演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちらコルレオーネというメーカーさんのエスプレッソリゾットというものを食べてみたいと思います。エスプレッソってコーヒーによくある名前ですよね。それがリゾットになるってどういうことなんだろう。エスプレッソって言葉自体何か意味があるのかな。とこっちはチーズのリゾットで、こっちはイカスミのリゾットですね。では多分中身同じ、あ、トリュフのリゾットって書いてあるんですが、チーズじゃなかった。では代表してトリュフ君の方にちょっと顔を見せていただきますね。中身はちょっとこんな感じです。ではちょっと写し替えてみますね。先に入れて、この味わいが本当にいいですね。これで後からお湯をすっきりできます。これに水を入れて沸騰させるみたいですね。ではさすがにこのままで食べるわけにはいきませんので、作っていきますので少々お待ちください。チャンネル登録よろしくお願いします。出来上がりました。こっちがトリュフリゾット、やっぱりチーズも入ってるっぽいですね。そういう感じがします。でこちらがイカスミリゾット、真っ黒ですね。焦げてるわけじゃないですよ。ではこのまずはこちらのトリュフリゾットからいただきます。おー、いい感じにトロトロになってるな。ではいただきます。こちらのトリュフのリゾットはちょっと変わった香りはしましたが、あれがトリュフの味なのかなっていうような感じですね。まあ、トリュフを食べたことがないので一つ味はわからないのですが、通常のチーズリゾットとはやっぱりちょっと違った香りがしましたが、味は普通に美味しいチーズリゾットなのですね。トリュフは香りを楽しむものですが、もうちょっと味も感じてみたいなと思いましたので、こちらの点数とさせていただきます。そしてこちらのイカスミのリゾットは、イカスミの旨味がお米の中にかなりしっかり浸透していて、口一口目からそのイカのうまさが口の中にふわーっと広がってきて、米の食感とよく合っていてとっても美味しかったです。お米の食感も程よくて、これはなかなかすごいですね。いや、なかなかじゃないね、本当にすごいです。イカスミ、もっといろんなものに食べてみたくなってみました。パスタとかはよく聞きますけど、他に何かないのかな。でますますイカを食べたくなるような美味しいリゾットでしたので、こちらの点数とさせていただきます。というわけでリゾット2種類食べ比べてみましたが、いかが、本当に美味しかったです。次はお店とかでも食べてみたいですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。